好累哟。時間が一気に減った。ポンタキくん。イルマからだ、マジで。マニウソ？わかんねえ。マジでイルマからだった。キツさだったらもう入っちゃう。これだ。なんだかんだで、それキッズの先できっと彼らもそろそろ一人ずつ、あれなんだろうな。行っちゃうんだろうな。破壊したみたいな報道を聞いたけど、あ、最初に掲示した金額は絶対死んでも払えないじゃん。あいつ金額下げたんじゃないの、まあ、賠償金みたいなちゃんともらうんでしょうけど。あ、でもいい意味でもいい回し目になったんじゃないの。本気で大企業が動くと
そんだけの請求がガチで来るんだよっていう。でもある意味社会から抹消されるよっていう。顔も名前も晒されてさ、って一時期は一瞬そのことを忘れられてさ、話題出ないかもしれないけどさ、突然大人になった時にその話題急に出されてさ、ね、就職とか不利になったりとかする可能性が非常に高い、一生人生の中で。でも消えないからね、もうああいう動画に残っちゃってる時点で。だってツイッターとか見てればすごいわかるじゃないですか。もう何年前の炎上動画っていうのが流れてくるじゃん、あたかも今 やったみたいな感じで。そういうことじゃんって。結局もう炎上して残ってしまった、一回でも上げてしまった動画一生消えないじゃん。そう忘れた頃に数年後にまたこう掘り返されて、ああいう風にさらされるわけじゃん。でその時のさ事件とかそういう炎上したやつのことを覚えてるやつが、こいつ何々よ何々じゃんみたいなさ。でちょっとそいつの情報を知ってる人は、今こいつここでこうしてるよとかにさ、余計な情報をさらされるじゃん。ネットの恐ろしいところだよね。やってることは自業自得だから何の余地もないけど、かわいそうとは一切思わんか。ただ彼がもし大人になって結婚することができ、結婚して子供ができた時にその子供がかわいそうになるかもね、っていうことなんですよね。最終的に、ね、罪ってね、どんな罪でも。あ、ここ気にな、知らん、気づかなかったけど学校だったんだ。ジャニーズのもんやばいんじゃない、やったやつもやばいし撮ってるやつもやばいよね。すげえ車が高等高校に入ってったんだけど、学校の先生がなんかすげえ車入ってったなって顔で見てる。あれ部外者だったのかな。いや、笑えねえ。実際の標識や交通機関を使って運転してください。ドキドキしちゃうわ。この先しばらく道なりです。標識や交通規則に従って運転してください。大梅か。間に合いそうだな、梅だったら。
すげえ混んでんね。意外と混んでた、こっち。やっぱあそこが混むんじゃないの、あの。およそ7キロ先、岩倉街道を左方向です。